こういうふうなね、今言ったそのこういうね、人間のそのやるべきこと、正しい行いとかね、それから哀れっていうのは、その相手に対しての思いやりね、哀れ、それから日本人の感受性ね、そういうことを踏まえてっていうんで、こうした鍛錬をすれば感性が高まり、社会における人間関係が良くなる。これ彼がこの文章の中で勉強をするのはそのためだって言ってんだよね。日本は16世紀までは儒教による官僚制度はなかった。これは徳川幕府のこと言ってんだな。日本では儒学を勉強したのは上流階級だけだった。これ彼はこう言ってるけど、武士階級ね、日本には学制度はなく、官僚への登用制度はなく、公的な学校もなかった。これだから徳川時代にできたんだけど、官僚への登用制度なかったんだな、学校なかった。どうやってやったのかな。でもやっぱりなんか試験やんなかったのかな。東大の元になる勉強するとこあったでしょ。なんという名前忘れちゃったけど。あ、なんとか学問所。それはあったんだよな。だから寺子屋1万6000個もあったしね。だから寺子屋あって、私塾があって、それから藩の学校があって、江戸のね、最古学府があったんだ。だからその登っていくっていう階段があったんだよ。ただ、まあ日本の公務員試験があったっていうことは、戦後っていうか明治になってからあったってことは、多分江戸時代も公務員登用試験みたいなの絶対あったはずだよね。もう書くはなかった。どういう、ちょっと俺そうなん聞かないと分かんないけど、なかったのかもしれないね。だから儒学が一般大衆に普及することはなかった。まあ一般大衆に普及しなかったんだね。その代わり日本で仏教が普及した。北アジアでは日本だけが仏教が全面的に広がった。そういうくだりですね。あれ、どこ行ったんだ。これかな。あ、違うな。あれ、どこ行っちゃった。消しちゃったのかな。Behavioral model, only the circumstances will tell you how to behave. So you have to be aware of them. How do you get aware of them? You study, 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 and you become very refined, very sensitive to social relations. So again, these seem to be the effect. One of the things that did not appear in Japan was the bureaucracy. Up until the 16th century, the Japanese did not have a Confucian bureaucracy. There were none. The people who ruled China or Japan all this time, who studied the Confucian classics, were in fact members of powerful clans who intermarried their daughters into the imperial family and thus were appointed to office. So there was no examination system, no public schooling system, none of the things we would expect of a Chinese informed Japan are there. これ僕ね、なんかよくわかんないんだよね、彼そう言ってるけど。でも、いろんな文献にはその日本は科挙を導入しなかったっていうのは事実なんだけど、でも大学の進級試験とかね、研修所みたいなのあったでしょ、最高学府とか藩校とかね、そういうところで選別したんだよね、きっとね。The texts are there and the Japanese do have a sense of it and you can find Confucianism in government documentsBut it seems to, in fact, have not been any great influence of Confucianism on the Chinese, on the Japanese populace. まあ、日本の、国内で浸透しなかった。一般の人から登用、あっちの人登用するっていう制度ではなかったってこと。あ、そうそうそう。そうそうそう。貴族階級とか、そうそうそう。上の人たちの教養としてやってたって。そうそうそう。あなた言うと。だから、科挙っていうのはさ、一般大衆から選んだ。でも江戸時代はもう武士しか選択しない。だから藩校とかね、その江戸にあるその中央の学校の武士から選んでいったって。だからまあそういう意味では今の明治維新からの公務員制度とちょっと違うよね。昔は武士だった。でも
結局明治の時は初めはやっぱり選挙は実際には金持ちしか選挙できなかったからね、うん、そういう意味である意味では階級社会だったんだよね。だから民主化されていったのは明治の終わり頃かな、よくわかんないけど、だからそういう意味では確かに彼らの自由はなかったね。でも私塾みたいなものっていろんな人が来てたんじゃないんですか。あ、そうそう、私塾はね、あの武家とかなんとか関係なくね、うん、誰でも入れた。だからそういう意味ではあの私塾って有名な塾いっぱいあるけどね、うん、だから日本人はね、よくわかんないけど、なんかあの世界の中でも特に勤勉な民族だよね。あと僕は今まで経験してきた中でものすごく勤勉なのはマレーシア人ね、うん、マレーシア人とはね、あの研修好きなんだよ、アジアの中でも、うん、でも日本人はね、なんかその寺子屋も1万6000個あったからね、これはもう武士関係ないから、だから儒学を教えてないって言うけど、やっぱ千字文なんかやってたからね、だから基本的な儒学、まあ漢字仏教と儒学だろうね、神道ってあんまり書物ないから、うん、教えないよね、だから天皇がこうずっと来たっていうぐらいな話があれなんでね、だからそういうことだろうね。だからあなた言う通り武士だけ中心にやってきた、で私学で勉強した人はどうなったかっていうと、やっぱりあの日本人がこう字が読める人がほとんど日本の国内にいてね、うん、それで今でもそうだけど世界に珍しくその国民が均一なんだよね、上下関係がなくて、だそういうふうな基礎がやっぱり江戸時代にできたんだよね。で町人なんかは武士から武士階級を買ったりしてるんで、うん、あの金持ちだから、だから明治維新なりに従ってさ、実は武士階級のほかに商人とかさ、あのそういう人たちが金持ちと力を相当持ってたんだよね、うん、だから明治になってからバーンっていったのは必ずしも武士だけじゃなくて、うん、武士はどちらかというと政治家が多くてさ、民間企業なんか渋沢栄一なんかやっぱり武士の出身じゃないんじゃない彼、よくわかんないけど多分、だからそういう下地のインフラが日本っていうのはもともと均一民族だから、うん、すごかったんだろうな。 Instead, the Japanese became Buddhists and Japan is the only North Asian country that almost exclusively became totally Buddhist. Everyone all across all sectors in fact became partly Buddhist. これね、なかなか僕ね、日本だけなんですよ仏教がさ、アジアの中で残ったの、うん、他の国はさ、タイは仏教国だけど、うん、タイはね、他にはさ、仏教残ってる国ってないんじゃない。中国なんかどちらかというと寺が寺院があるだけでさ、うん、仏教とってあまり聞かないよね。韓国も一時あの朝鮮になってから迫害したから寺なくなっちゃった。4000ぐらいあったやつ200ぐらいしかなくなっちゃった。あとは東南アジアの仏教国っていうとタイぐらいしかないよ ね、 そうですね。タイは今でも敬虔な仏教徒の国だけど、うん、日本仏教徒今でもそうかっていうと、まあ寺あるけど日本にもどちらかというと宗教だよね、うん、いつから仏教なくなったのかな。やっぱ戦前もなかったのかな。もうなんかタイみたいに根付いてたんですかね昔。僧侶がね、いやそんなことないと思うよ。僧侶が力持ってるのはさ、あれじゃない、僧の兵隊とかっていうと戦国時代、うん、江戸時代になってから仏教とは庶民の中には仏教っていうのはあったけど、うん、でも寺が力を持ってるってことはなかったんじゃない、うんうん、日本人は信じたけど。で明治維新になったらどうだったのかな。あんまりもう、まあ冠婚葬祭ぐらいしかない、うん、そうだそう、冠婚じゃなくてそうだね、冠婚はキリスト教っていうか神社でね、うん、and they remain so even after the Tokugawa bring in the samurai and the samurai studying the Confucianism, the Japanese are still Buddhists because Buddhism is really strong today. Even today the functions of Buddhism are still pretty much what they were in the 12th century. When people dieうん、彼言ってるやっぱり葬式だけだよな、うん、
data has to be registered in the Buddhist temple. これを彼聞いてさ、ブディステンプルにさ、あの自分の過去帳があるのかっていうと、あるのかな。俺よく知らないけど。いやなんか今はちょっと私なんか違います。例えばさ、うちの親の墓ってさ、あれ親父の死んだ親父の母親までしか墓が入ってないんだよね。うんのけって。でただ他にもいっぱいあってさ、うんのってさ、うん、それたどるっていうと、例えばその死んだばあちゃんのその親がどこなのかっていうと、あの多分お寺がそのお寺かどうかって分かんないでしょ、うん、だからどうなのかな。前あの僕の身内のね、うん、親父から言うと、いとこの娘みたいな家系譜書いてくれたけどさ、うん、どっか行っちゃったけど、うん、あんまり関心ないね。家紋とかいろいろ教えてくれたけど、もうあんまり関心ないね。どっか行っちゃったけど、お寺では多分分かんないと思うんだよね。まああのなんていうかな、本家本元だったらさ、その寺でずっと何百年もっとのその土地にずっと住んでて、代々住んでてっていう、あるんだろうけどね。親父養子なんだけど、その元の雲の家っていうのは、あのなんていうか江戸時代からずっと系譜のある家系なんだけど、うん、多分分かんないんじゃないかと思うんですよね。そう、死んじゃったら、もう死んじゃったらちゃんとそういうことに関心のある家柄だったらさ、うん、ずっと辿ってあるんだろうけど。The government then goes to those Buddhist temples to get the statistical data. So, if you live in a Omachi district within any city in Japan today, and you die, somebody who represents you must go to the local temple to register your death. Okay? It's also a way that the government keeps records of what people are doing throughout. But again, it's not a Confucian temple. It's not a. あれね、孔子廟って日本ないよね。あるのかね、いくつか。いやー、あんまり聞いたことない。身近にはないですよ、ね。The Confucian department. It's a Buddhist one. So, Confucian really, it's a general effect. It doesn't really affect most people even below the level of the ruling elite. で、これ次は次行くのかな、彼は。あ？行けない。これ下下ろしちゃった。